まい。来た。はい、皆さんこんにちは、レガトゥドリブル塾です。今日はなんとバイエルン対マンチェスターシティに来ております。シーソーイエーイ。そしてスペシャルゲストのロコハンさんです。コールド。この昨日あって5秒でタメ口聞いちゃうほどの、いやいや、かなり失礼だけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。めちゃくちゃ面白いんで、お願いします。はい、ということで今日はスタジアム外の雰囲気とか、うん、まあ、撮りながら試合を一緒に今日見に行けるということで、シーサー、シーサー守ります。行きます。でもすごくない、この人。いや、人すごいね、これ。この隣がもう癖強いんだけど、いやいやそもそもお祭りなんで、ね、お祭りなんで今日は。これぐらい浮かれてしょうがないですよ。、うん、これぐらいやっぱ盛り上がらないと。そうね、今ちょっとブラブラしてるんですけど、はい、マンチェスターシティのファンが多いね、うん、僕たちバイエルン側の招待で来てるんですけど、はい、バイエルン少ない。だからこそ、だからこそね、逆に燃えるよね。日本のそのバイエルンファンを盛り上げてくださいっていうのが僕らの役目だと思うんで、一緒に盛り上げていきましょう。これバイエルンの日本のファンクラブすごい。今から応援の練習をここでするそうです。ということで、これから向かっていきます。嬉しいです。嬉しいです、めちゃくちゃ。やい、来ました。ピッチの上に来た。いや、やばくないこれ。ここ立っていいの？これはもうやばい。生きててよかった。 YouTube やっててよかったよ、これ。 YouTube ドリームだ。次だ。イエーイ、盛り上がりがすごい。バイエルンサポーター、バイエルンサポーター、来た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 。やばい、ちょっとやばいやばいやばい。バモン、ゲストオン。やばい、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 やばい。バイエルンのピッチ内アップ始まってるんですよ、ここで。やばくないですか、見て、ここで、ここで見てる、ここで。やばい、やばい、やばい。始まります。やばい、めっちゃスタジアム綺麗。やばい、すげえ。もう始まる直前、もう記者会見らしき人が一気に退いていく。始まる、始まる。エイジョーってきた、エイグイ。めちゃくちゃ近いぞこれ。やばい、手震える。キックオフした、キックオフした。え、キックオフしたけど俺ここで見ていいの？やばいんだけど、マジで。席に移動してきました。席がこちらです。めっちゃいい席じゃない？超見やすいんだけど。Yeah, the audience is, you know, the
うまい、来た、うわうまい、うまい、ムシャラ。1だね。マンチェスターシティがリードという形になってます。息を呑む展開ですね。やっぱりシティプリーズで進んでたんですけど、いやでもバイエルも結構チャンス作るんですよ。カウンターを中心にやっぱサネのやっぱりクリアージ鋭かったし、だんだんあの最後の終盤にかけてチャンスを作っていきました。必ず逆転してくれることを信じましょう。ハーフゲッツバイエル。解説上手だね。いやそれっぽいことに。さあ後半始まりました。ビップルームで食事をしてて、はい、長居しすぎて、そうね、つい日常が広がってたんで、ビップラウンジお邪魔してます。ビールとか飲める、もう始まってますね、はい、マネが入ってます。さあ後半始まっております。なんとハーランド、フィル・フォーデン入りました。攻撃にキレが生まれております。活性化しております。これは後半ちょっと楽しくなりそうですよ。さあ来た、マネに出せ、来た、マネじゃないこれ、おっ、あ、PK、PK、え、違うの、いやあ危ない、よく見るパターンよ、シティの。ナイス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 、マジでうまい。来た、決めろ決めろ、やって決めた、よし、ここで同点はでかい、逆転あるよこれ、めちゃくちゃ面白い。危ない、ハーランド怖えな。これから記者会見とかできるミックスルームに移動するらしいんで、試合途中ですが少し移動したいと思います。はい、やばい、やばいとこ来ました。ここどこですか？ミックスゾーン。ミックスゾーン。ミックスゾーンです。はい、ここよく選手たちがここ通る場所ですね。夢の時間の始まりです。まだ試合終わってないんですけど、多分これからみんな選手が来ると思うんで、リアルな近い状態で見てもらえたらと思います。キュビコ。サネ通ったけどカメラ回せず、はい、This is pretty yummy! やばっ、ということでははい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最高の一日でした。今日この動画が良かった、面白かったと思った人はぜひグッドボタンの音、チャンネル登録の音お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time!